はい、生態院浅井院長の浅井です。今日はですね、今 4G っていうのが一般的なんですが、今度 5G っていうのが出ますので、 5G っていうのはどういうものなのかと、 4G から 5G に変わると何がどう変わるのかということについてちょっと調べましたので、話していこうと思います。はい、まず 4G から 5G に変わることによって、簡単に言うと世界が変わっていくっていうことです。でどう変わるかというと、ですね、まず 1G 時代っていうのは、まず 5G の場合に 4G があって、 3G があって、 2G があって、 1G があるんですが、で 1G っていうのは昔の黒電話の昔、この何て言うんですかね、下下の芸人のバブリーの人がよく使う携帯ですね。それを 1G と言いまして、1980年代から使われてました。でその後の 2G っていうのが1993年から出たもので、これはメールが打てるっていう、そういった機能 のものができたのが 2G と言います。で 3G というのは、2001年から出たもので、情報のプラットフォームが見られるっていうので、Google だとか Yahoo だとか、検索したら検索結果が出て見たい情報が得られるっていう、こういったものが 3G でした。それでいうと iPhone の 3G というものがありまして、で次出たのが 4G で、今のやつで2012年からのスマートフォンです。次の時代はどうしたらいいかということで、 5G 革命というのが出まして、5G になると、高速の大容量通信が可能になり、超信頼で超低速低延という、全然なんていうんですかね、もう遅く、全然めちゃくちゃ速いということです、簡単に言うと。で、そのめちゃくちゃ速いっていうのはどれぐらい速いかというと、ジャストオンタイムで、もう日本の電話、電車と同じように時刻通り必ず来るということで、あとですね、いろいろなデバイスが同時接続が可能になって、とにかくめちゃくちゃ、いろんなものでも、とりあえずめちゃくちゃ早く接続ができますよということです。でそれに、ということですね。で、トヨタさんはもう自動車屋さんを辞めますと言ってます。 5G によって、トヨタが、車を定額制にして、今から車が欲しいと思ったら、その人の自宅まで車を呼んできてもらう、それを定額制によってできることになって、で来てもらった車に乗って、ここであれば駅まで連れてってもらい、定額制 でそこから電車で、名古屋だとか行きたいところに行くということができるようになるということになり、トヨタがもう車を作りませんということを言っているようです。で、自動車を定額使う、サービス、定額制で車を使うサービスがそういうふうに売られるということができているということですね。で 5G になると動画が、ものすごく2時間の映画を3秒でダウンロードできるようになるので、今までダウンロードして映画を外で見るっていうことがなかなか時間がかかって嫌だったんですが、これからは簡単にできるようになるので、だからもう3秒でダウンロードして、どこでも好きなところで、ダウンロードして映画だとか動画を見ることができるということです。また 5G になると、VR とか AR っていう、こういうゴーグルをつけることによって、リアルタイムでその世界観を、例えば、好きなアーティストのコンサートに一番いい場所で、特賞席というか一番高い席で 見ることができることが、自宅からその VR とかをつけることによってリアルタイムで話できることになるって、そういうことができるようになるということです。そうですね、ライブやスポーツの見方が VR や 5G によってかなり変わると、リアルタイムにみんなで楽しむことができる、5G によってゲームもみんな、いろんな人と、世界中の方と同時接続して同時にゲームを楽しむことができる、タイムラグっていうのが今度なくなりますね、この 5G によって。 5G によって自動運転になりますと。
自動運転が 5G で自動運転になるっていうのは、5G で作られたスマホというよりも 5G で作られた車っていう風なコンセプトで、スマホが車になるみたいなもんで、我々は今までスマホでこうやってやってましたけど、今度はスマホが車になるので、この車に乗ることによってスマホでが車がいろんなところに連れてくれると、自動運転になると、これがかなり、ものすごく大きな変わっていく内容になっていきますということです。バイトンっていうスマホに人が乗れるようにしたということですね。で、5G は自動運転がなって、車が自動運転になって、指定機、ほぼ完全自動化で2020年からは 5G になったら、自動運転が運用されるようになり、好きなところに好きなように行くことができますと。もっと 5G でもっと変わる未来は医療です。医療が今度は自宅にいながら、その医者お医者さん遠隔で手術が受けれるようになったり、遠隔で、治療が受けれるようになったり、また今ですと、この携帯何ですか、リストバンドのここで脈拍だとか、その個人の、体の関するデータを全て記憶してくれるデータがありますので、それによって血圧計だとか脈拍だとかリアルタイムでデータが全部入っているので、こういう情報をもとに、医療もものすごく、スムーズにできるようになり、町のお医者さんが手術をするっていうことも簡単にできるようになり、手術をするために自宅に来るんですが、でそのお医者さんが、手術で難しい手術をやった時に経験がないお医者さんであったとしても、その 5G を使うことによって、世界中でものすごく権威のあるお医者さんの、その 5G で同時進行でその、アドバイスを受けながら、同時進行でここの手術のここの部分をこうやってやった方がいいんですよっていう説明を詳しくしながら手術を受けることができるので、 5G によって手術で人が命が救われる確率がまた上がるということです。また 5G によって、その車が自動運転になるわけなので、今度、例えば緊急車両でご自宅まで救急車が行かなきゃいけないっていった場合でも、 5G で今車の道、そういった緊急車両が走らなきゃいけないと思ったら、それがですね、すべて、5G で、今動いてる車をすべて横にさして動かして、でシューン とその緊急車両で助けなきゃいけない人のご自宅まで行って、その後にすぐに、病院に戻って治療をしなきゃいけないという、この一連の流れがものすごく簡単に早くできてしまうということです。でまたリストバウンドでその脈拍だとかいろんな情報が分かっている方であれば、その、救急車の中で手術を受けたりとか、対処の、もっとより簡単に、より早く対処ができるので、そういう未来がありますということですね。はい、5G で、商品、そうですね、今ですとAmazon GO っていうのがありまして、Amazon GO っていうのは、例えばアマゾンの、コンビニとか、スーパーとかがあった場合に、これはですね、手ぶらで入って手ぶらで出ると、で欲しいものを買って外に出た瞬間にその会計がもう全て終わっているっていう、そういうスマートなそういう買い物なんですが、それが 5G によってかなり簡単にできるようになりますということです。で、スマホが 5G によってで変わる未来で、スマホがなくなりますよと。で個人は今までこうやってスマホのデバイスとかを持ってましたけども、これに今後はもうこのデバイスを持たなくても良くなるような時代ができて、でどういうことかというと、スマートシティっていう感じで、街が全てスマートフォンになるっていう、車がスマートフォンの代わりになったりとか、街自体がスマートフォンになって、スマートフォンを持たなくても、スマートシティに住むことによって、例えば何かやりたいと思ったら、喋るだけで全て得たい情報が得られるという、そういう街になっていくという、そのもっと大きな括りでどんどん変わっていくということです。
それによって今度 5G では効かなくなってくるので、その時に初めて、6G、6G っていうのが出てきます。 6G はもうすでにアメリカでは作られていて、 5G はもう韓国やアメリカや中国ではもう当たり前にもう結構浸透しているんですが、日本はもうこれから入ってくるだけなんですけど、もうそれは当たり前の世界で、もう 5G っていうのはあるんですが、今度はその2030年に向けて 6G っていうのが作られることによって、まあそのもっと、より IoT ですね、いろんなもの同士がもっともっとその制限が出てきてしまう場合があるので、それにもっと上の越したものの制限がなくなるものができると。で、街自体が、まあそういうスマホを貸していくということですね。で、 5G のリスクとしてはプライバシーの、問題があると、まあ、いろんな情報が全て吸い上げられていくので、そういったまあ、丸出しになってしまうという、まあ、そういうリスクがありますと。で、また我々の、行う行動だとか、全ていいことをした悪いことをしたっていうのは全てスコアリングとして成績としてまあ、データが上に上がっていくことによって自分自身がどういう、今なんですか、100点満点の完璧な人間なのか、それとも50点なのか0点なのかというふうに、そういうことがですね、どんどん、5G によってそのデータ化されて、日々の行動の生活に、いいことをしているとどんどんいいことの、やってますよ、この人はいい人ですよっていうふうに評価が高まり、評価点数であなたは総合得点が70点80点なので、こういういい得点のサービスを与えることができます、こういう待遇を与えますっていうような、こういう世界社会になって、逆に悪いことばかりしてたりとか あまりいいことしてないと、評価が20点30点とかそういう形になってしまうと、得られる得点っていうのが、そういう優遇処置っていうのが少なくなってしまうので、そういう世界がもう中国にはすでにあるみたいで、日本もそのうちそうなっていきますと。 5G ではそういうことがどんどんできるようになり、街中にある監視カメラとかがその人を顔を特定したりとか、いろんなことを監視しているので、それが全ていいことも悪いことを全てそのカメラとかが AI が、監視しているの でそういったものを全て、スコアリングして、出すことができるという、そういう社会になるみたいです。はい、地域格差、 5G によってのリスクは地域格差がもちろん出てしまうと。 5G 自体はまた 4G でもいろんなところに、 5G から 3G になったのよりも、そのアンテナ線が、よく通るところと通らないところとか、そういうような感じで、まあ、そのカバーされることがあったりなかったりとかで、まあ、地域の、まあ、大都会に住んでるとか、ど田舎に住んでるとかで、その 5G を使うことのリスクが多少あったりとかしますよということですね。はい、であとは 5G、3G 時代はですね、ダウンロードしようと思ったら大体、まあ、1時間ぐらいのものだとした場合に、まあ、26時間かかりましたよと。で、 4G の場合は、まあ、6分かかってましたと。で、 5G になると、まあ、3秒から4秒ぐらいでダウンロードできますよという、そういう社会が待っているということで、はい、ということです。はい、ということでした。で、 5G はちょっと楽しみですね。で、また携帯電話もですね、今スマホとかも今2つ折りになる、こういう2つ折りの本みたいにですね、2つ折りよってまた折れる、まあ、iPhone が、まあ、1台あって、でもう1台ありますよね、もう1台あって、でこれが重なって、で1つになってる、でこれが重なると2つになる、でも折れ線が普通入るんですけども、こういう入らない、こういうのがタブレットが 5G では結構主流になってくるみたいです。はい、ということでした。ということで、ちょっと 5G についてちょっと今日勉強してみましたので、ちょっと生態とは全く関係ないですけども、ちょっと自分の勉強したい分野を今日勉強できてよかったです。はい、また生態院朝よろしくお願いします。失礼いたします。